の YouTube。吉尾料理人と、こちゃ料理人です。おはようございます。おはようございます。じゃあ本日は、アジのトースターを使って、モーニングにシュガーラスク作っていきます。さっきライフで買ってきた。一応が買ってきました。9時半オープン、9時15分ぐらいから、おばあちゃんたちとスタンバってました。ライフの回転待ちしてる人。では、早速行きましょう。レッツクッキング、カッティング。まあ一口サイズにね、切っていきましょうか。パンのいい匂いする。パンのいい香りが。2センチぐらいの大きさでがっつりめに。1センチって書いてある。なんかレシピ本には1センチだそうですが、がっつり食べたいんで2センチです。ここにね、おすすめはこれ、がっつりマン。いっぱい切っていきますよ。カッチングよしよ。カッチング。わあ。改良チャンネル。改良チャンネル。これ絶対うまいわ。できた。何個できた？30個ぐらい。1、2、3、4、5、6、20個くらいできましたんで、続いてバターと砂糖を合わせたソースを作っていきます。ナイフはなんか割り箸とスプーンがレジに置いてあってゲットできるような。それはいいところです。はい、作っていきます。じゃあ適当にこれと2個ぐらい、レッチンしな、うん、レッチン大さじ2分の1だそうなんで、適当にポッで、この後最後の仕上げにも砂糖かけるんで、ちょっと多すぎたら甘くなりすぎかも、注意。じゃあ600ワットで20秒ぐらい、うん、ほら、いい感じやん。あ、溶けた、いい感じ。これを塗っていくんやな。溶けきってない部分は、はい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 。お、いい感じになりました。シュガーバター。じゃあできましたんで、次は塗っていきます。パン収納します。パン収納します。お花見行くのにピクニック用のパンになるかもしれない。さっき塗ると思ってたら、では焼いていきます。ではこちら焼いていくそうです。先に。よしおとラスクイン。ここ20度、10分焼いていきます。なんかいい匂いしてきた。いい匂い、すごすぎ。お、ええ感じにパリパリサクサク感が出てます。では10分後までもうちょっと待ちましょう。あ、焼けた。でシュガーバター塗っていくんですね。はい、気をつけてください。ここは熱いんでね、塗っていきます。あ、美味しそう。カリカリ、いっぱい塗っていきます。もうパンがめっちゃカリカリになってるわ、うん、塗り塗りしていきます。多分まあ片面の表面にこうやって塗っていきます。お好きな方はまあ裏面もいいと思います。はい、続きまして砂糖を振っていきます。かけます。はい、こんな感じで塩をかけるみたいにパラパラとやっていきます。パラ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 と。わー、じゃーん。熱い？熱くないで。もうなんかラスクに見えてきた。完成しと。こんな感じで砂糖をかけまして、投入。140度で5分焼いていきます。イン。はい、140度で5分。美味しくなーれ。じゃあラスクで焼いてる間、このなんかこちゃがおすすめのこんがりと焼いたラザニアチンしていきます。これめっちゃ美味しいね、ほんまに。600ワット2個なんで9分。わあ、あ、できた。では様子見ていきます。パパン、おお、美味しそうです。ちょっとジメッとしてるんで、もうちょっとだけ焼いていきますか。あと3分ぐらい焼いていきます。あ、チン焼いてます。ピン。ではオープン。おお、美味しそうです。できました。こんな感じで
かなりカリカリになりまして美味しそうです。では持っていきます。いただきます。いただきます。うまい。カリカリやな。うまい。めっちゃラスクや。めっちゃラスク、サクサクでうまいです。ただちょっと思ったんが、歯がね調子悪い人は気をつけた方がいいかもしれないですね。もうこれいっちゃいますね。歯もっともっと薄切りにすれば問題ないかなって思うんで、薄切りおすすめしてます。ではこのコンポタージュスープいただきます。うまい。まあナスク売られれば切ってバター、砂糖を塗って焼くだけなんで、簡単で美味しいモーニングが作れるんで、よかったら皆さんもねこれ真似してみてください。こんな感じで食べていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。今からコーヒーを飲んでちょっと休憩して今日はお出かけしていきたいと思います。ちょっと桜の様子を見に行こうと思います。今日はアラジンのトースターを使ったラスクのモーニングでした。じゃあ次回はまた違うお菓子とか時短料理、忙しい共働き世帯の人たちでも美味しく時短料理レシピ紹介していきたいと思いますので、動画を見てあ美味しそうだなって思ってくれた方はいいねとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。グッバイ YouTube。